ね、このビデオはあなたですかっていうタイトルでこの URL が送られてくると、なんかウイルス感染の恐れがあるって警戒するでしょ。だから逆にちょっと作ってみたんですけどね。まあ、この前焼肉うまかったですね。突然行ったところでなんか食べさせてもらったんですけども、まあいいよね、だからね、飛び込みで行くっていうのも、うん、まずね、ラーメンでもいいんですよ。ラーメンもね、やっぱり美味しい、うん、あの今外食ね、あ、でもお寿司もいいかな。6月2日からはね、この地区にもスシローがオープンするんですよ。いよいよ寿司激戦区となって、全ての寿司の大手回転寿司チェーンが揃うわけですけどね、うん、まあ何でもいいんだけども、焼肉がいいかな、やっぱな。焼肉食べたいよね、うん、まあ新しいプロジェクト一緒に進めていきましょう。あの、なんかね、なんかやってみたくなりますね。ちなみにね、あのどん丸っていうのがあるんですよ、知ってます？あのお持ち帰りのテイクアウトのお寿司専門店なんだけども、お寿司っていうよりもあの海鮮丼の専門店だから、海鮮丼なんで握らなくていいから、スキルがいらなくって、こう切ってあるネタを並べるだけでできるんですよ。で1パック500円からっていう形の販売形態なんですけども、うちの地区にあったのが最近ね閉店しちゃったんで、これをなんとかねできないかなと思ってるんですよね。イートインスペース設けたりとか、うちの会社のあのバックアップでね、みたいな話もしたいなと思います。働き手がいればね、やってみたいなって気もするんですけどね。開業資金もなんかね、100万円ぐらいでできるみたいなんで、それにいろんな補助金とか助成金を利用して人を雇用したり、職場環境を整えたりとかしてスタートできれば、なんかチャンス見つけれるんじゃないかなと思うところなんですよ。はい、どん丸、どんぶりの丸って書きますけどね、どん丸でございます。それでは、いってらっしゃい。